こんばんは、魔界闘士です。今日は、インフィニオンにやってきました。車は、聞いたことのない車です。ハンデポイントが200ポイントを超えているので、レースカーといっても GT カーとなる。C カーと GT カーとだと、GT カーの方がかなり劣りますね。もうじりじり行ってますね。加速性能はなかなかのものではありますが、こういう中速カーブが全然曲がってくれません。前のやつプレッシャーに負けたな。やはり紐は低速コーナーですか。こっちは曲がれないんだって。
ました。綺麗に走るとか知らんわ。こっちは海にいたから。ああもう。シューマッハ版の幅寄せしてやる。漁師1位だね。結論、えげつなくいけば、この車でも1位は可能ということで、今回はここまでです。